受注完了だ。頑張ってくれ。気をつけてな。します。消えよ。
手法で大量生産し高値で販売してやるのだ。綺麗な景色ね。前にネプコと3人で来た時は最終的に本気の鬼ごっこになって景色どころじゃなかったけど、息抜きのためにショップを始めては見たけど、結構いろいろやることがあって、突き詰めていくと休む暇がなくない？愛ちゃんは几帳面ですからね。私は全部の要素をきっちりやっているわけじゃないですから。はあ、そうよね。 100% 埋める必要はないって分かってはいるんだけど。出たじゃない？うん、あったね。
私ね、ラステーションの某ゲームはどちらかというと前のバージョンの方を結構遊んでいたのよ。その時もいきなり忙しくなってやめてしまったんだけど。やっぱあのタイトル定番だったんだね。実は私も遊びたかったんだけど、あの時持ってた PC だと動かなくてさ、結局ベンチマークの画面を眺めるだけだったよ。ネプギアが合成の PC を手に入れた頃にはもうハイプレイヤーだらけになってたし、家庭用ゲーム機で別のネプギにハマってたから結局遊ばずじまいだったな。ラステーション国内だと家庭用ゲーム機にも対応していたのよ。うちのゲーム機を持っていればよかったのに。それにしても懐かしいわ。所属していたギルドにすごく親切な人がいたの。お互いに男性アバターだったけど、あの人も絶対中身は女性だと思うわ。だけど私の方は完全に男のふりをしていたし、あんなに親切だったのはひょっとしたら好意を持たれていたからかも。なんてね。まあ女同士で気があったってだけの話よ。それって相手も全く同じことを思ってたんじゃ、当事者でない私には何とも言えないけどね。私はクール系の銀髪キャラで、相手の方はいかにも女子が好きそうな金髪キャラで、漫画やアニメの主要キャラコンビって感じで並ぶと結構様になっていたわ。私あのゲームの男性用衣装が好きだったのよね。あ、別にイベントで男装コスとかは捨てないわよ。決して。銀髪と金髪の二人組？その人ゲームや漫画に詳しいだけじゃなくて、トーク内容に作品愛があって、話しているだけでも楽しかったわ。忙しくてログインできなくなった時、挨拶できなかったのが心残りなのよね。元気にしているかしら。なんか最近どこかで似た話を聞いたような。何よネプチューヌ、急に考え事？ううん、なんでもないない。まさかね。知識のお時間ですわ。ですが今のタイトルコールは微妙なので、次回はぜひ変えましょう。本日の紅茶はキャンディー茶葉ですわ。キャンディーの綴りは KANDY。 飴の風味がするお茶ではございません。癖がなくてブレンドにもよく使われる飲みやすいお茶なんですのよ。アイスティーで濁りにくいのもいい感じですわね。先に昼食が入っちゃったけど、私は飴しか思い浮かばなかったよ。名前の由来はサッチなのですわ。キャンディーはセイロンティーの始まりと言われていますの。セイロンティーというのは特定の地方で採れる紅茶の総称で、中でも甘い香りが特徴のウバが有名ですわね。ふむふむ、セイロンがどこだかよくわからないけど、なんだかオリエンタルな雰囲気が伝わって。果たしてこれらの地方がゲーム業界に存在するのかという質問は野暮というものですわ。以上、お茶の豆知識その1、私とベールがお届けしました。それでは良いティータイムを。
よう、いいところに来たな。ついさっき超重要なクエストが張り出されたばかりだぜ。これって神器を探すクエストだよね。ああ、間違いないよ。さっき遺跡から戻ってきた考古学調査隊から届け出があったのさ。行方不明だった神器の手がかりがついに見つかったんですのね。でも確か神器については騎士団が調査していたんじゃなかったかしら。オネイロ回廊で発掘作業をしている最中、偶然神器を奪ったボスモンスターを発見したんだと。辺りに徘徊する魔物も発掘の妨げになってるってことで、腕利きの冒険者の力を借りてボスごと一掃してもらいたいと考えたわけさ。考古学調査隊は神器に関しては一切の権利を主張しない、選ばれし者の手に渡るようにしたいとのことだ。なるほどね、大体わかったわ。それにしてもどうも黒騎士団にはなかなか活躍の場が巡ってこないみたいね。聖騎士団にももっと頑張ってほしいよね。まあそこは私たちが活躍すれば問題ないよ。うん、そうだね。そういえば魔法使いのギルドはストーリーに登場すらしていないような。お姉ちゃん、考古学って何？遺跡なんかで昔の人が使っていたものを調べて、当時どんな風に生きていたのかを研究する学問よ。ああ、見たことある。昔のコインを探したりしてるわよね。この世界の遺跡にもコイン落ちてないかな。キラキラ微笑ましいですわね。私もブーケちゃんとお勉強会がしたいですわ。さて、思いはしばし胸の奥にしまうとしまして、調査隊が入っているということはダンジョンにお宝が設定されているということですわね。ユニちゃん、一緒に宝探しをいたしましょう。ようやく盗賊の出番ですね。私はコインよりも強化素材が転がっていたら嬉しいんですけど。何かいい武器の材料が見つかるといいよね。それじゃあ早速クエストを受注して。あれ、調査資料の納品クエストも一緒に出てるんだ。ということは新規以外のアイテムは調査隊の人に戻してあげた方がいいのかな。そこは必要に応じてうまくやるといたしましょう。あとは皆さん分かりますわね。おいおい、何でもいいけど、終わってみたら調査隊が発掘するものがなくなってたってオチはないよな。ギルドへようこそ。受注完了だ。頑張ってくれ。気をつけてな。
おや、そこにいるの。ところで君たちの名前は、見たところみんなゲーム業界の女神様と同じのようだ。そういえば外見もそのままなのにゃ。ナリキーさんの手段なのかにゃ。ああ、こういう場合ってどうしたらいいのかな。正体とか隠すべき？隠すも隠さないも誰も本物だなんて思わないんじゃないかしら。いつもどうしてるの？別のゲームでグリーンハートとかって名乗ってなかった？説明しよう。リアルなゲーム業界ではベールが変身すると女神グリーンハートになるんだよ。これも一応本名プレイってわけだね。確かにあっちの4女神オンラインではグリーンハートを名乗っていますけれど、そのあたりは適当にごまかすに限りますわね。あまり参考にならないわ。というか解説が入ったと思ったらあなたもその記号を使ってたのね。名前を決めた当時はつい囲みたくなってしまう病だったのですが、やっぱりネット初期に避けては通れない道。いえ、なんでもないわ。って言われてるのよ。そんなこと言われたって本物だもん。おい君、なりきりはまだいいが、女神様のなりすましはさすがにどうかと思うな。それに他の女神様だって全然違う。ベール様はネトゲ廃人の引きこもりだとかいう妙な噂も流れてはいるが、実際には多忙を極める女神様がゲームをやり込むなんて不可能なはずだ。女神様ならお仕事とゲームの両立なんて朝飯前だと思いますわ。そうかにゃ。それに本物のブラン様はもう少し平坦だった記憶があるにゃ。ノワール様だって本物にはもっとオーラがあると思うし、これではまるでコスプレだな。コスプレですって？あのね、好き放題言ってくれてるけど、あなたたちの方こそ本物の女神様に会ったことがあるのかしら？まあ、ノール様なら国のイベントで遠巻きに見たことは。悪いが、そろそろ解放してもらえるかな。僕たち少々先を急いでいるものでね。焦らず、あと少しだけお付き合いくださいまし。お二人にご相談がありますの。相談？
シナリオ進度で言いますと、おそらくここにいる私たちがトップ集団。今後高難易度のクエストが発生した際には協力し合いませんこと。ボス戦で組む分には私は問題ないわ。司祭が増えれば支援も楽になると思うし。確かに戦力としては心強いわね。どうかしら、悪い話じゃないはずだわ。ふっ、愚問だな。僕は姫以外のためにこの剣を振るうつもりは。他の誰にも役目を譲らないよ。お姉様、
わかりましたわ。お姉ちゃんたちの話、一段落したみたいね。話しかけるなら今だよね。キリアさんの装備している武器ってすごくレベルが高いですよね。少し見せてもらってもいいですか？ん？これかい？メカ要素がある武器ってこの世界では珍しいタイプね。うんうん、ユニちゃんなら分かってくれるって思ったんだ。おお、メカオとシスターズが一瞬で釣れた。なかなか。どうして僕、率直な称賛は嫌いじゃなくてね。よければ演舞の方でも披露しようか。姫、僕ともあろうものがつい。さて、ずいぶん長いをしてしまったが、一刻も早くボスを撃破しなくては。もう少しだけこの剣のディティールを観察していたかったんですけど。またの機会に頼むよ。君たちにもこの世界のトップを譲ることはできないからね。確率で主婦かネカマ、これは豆ですわ。